この番組は惑星 CB からやってきたコントラバスヒーロー時代書優が三浦半島を中心に食べたり遊んだりお仕事をしたり地球での生活を紹介する番組です。皆さんこんにちは、コントラバスヒーローだ。今日はここはどこだ。観覧車がある広い場所に来た。ここはトレイユの丘がある横須賀と三浦市の間ぐらいのところに来ました。ちょっとお腹が空いてるので食べれる方法を探しながらこの辺をグラグラしたいと思います。お金もねちょっと少なくなってきてしまってるので、うまいこと働くことと食べることがまとめてできないかなと、そういう感じだな。果たしてヒーローお望みのスポットは見つかるのでしょうか。この間ちょっとマスクドココイチさんっていう一見怪しい人物がいたりとか、まあ気は抜けないので常に警戒を怠らないように歩きたいんだけども、なんかまたしても怪しい人物が、怪しげな人物がいるので質問してみようか。ちょっとすいません。はい、こんにちは。あなたは、はい、ちょっといい人ですか悪い人ですか。どちらかというといい人です。どちらかというといい人。一体何者なんだ。私の名前はマスターブロッコリー。マスターブロッコリー、出たな。マスターブロッコリー、出たなヒーロー。私はこの辺りで音楽と表現の自由を守りながら三浦半島の魅力を発信し、そして働いて食べているコントラバスヒーローというものなのだが。そうだ、よく知っている。ありがとうございます。ヒーローの知名度が上がってる。嬉しいですね。お金がなくてでもご飯が食べたいということで仕事を探しているのだが、ここにお仕事はありませんか。では今日は野菜の収穫を手伝ってくれたらお野菜をプレゼントします。おマスターブロッコリー、なんて優しい人なんだ。その正体はブロマサ農園の鈴木です。鈴木さん、ありがとうございます。ブロマサ農園の鈴木さんです。今回訪れたのはマスターブロッコリーこと鈴木さんが運営するブロマサ農園。安全で楽しく農業が学べるということで、子供から大人までたくさんの世代に人気のスポットです。コントラバスヒーロー、お野菜の収穫頑張って。農業を教えてください。はい、ちょっと大変ですけど頑張ってお手伝いお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。じゃあうちの畑こちらですので、よかったらついてきてください。はい、行ってみよう。すごい、ここ全部畑なんですか。そうですね、うちはそこの端からこの端まで全部で20箇所あります。でかい。はい、広い。これが今日ヒーローが作る野菜セットの箱です。はい、箱、はい、これにじゃあ野菜を詰めていく。そうですね、オリジナル段ボールにしたいので、はい、いろいろ絵を描いたりだとかサインを描いてもらったりします。この人、はい、この人。そうですね、ちょっと私も描いていいですか。はい、お、これがうちのブロッコリーブロッコリーここにコントラバスヒーローさんのサインをしてもらえればオリジナル段ボールが出来上がります。コントラバスヒーロー私のことも書いてくれていいのだぞ。感じそう。はい、ありがとうございます。でこれでここからどんどん野菜を詰めていきます。で私の顔のシール、これだ。でこれを例えばこれに貼っちゃってももう洗脳されます。あ、もうやばい、ブロマサになっちゃった。もう VS じゃないよ。あ、もう手下になっちゃう。手下になっちゃう。こういう感じで、すごい、かわいい、かわいい。これは何シールっていう。これはですね、あそこにあるバターナッツってお野菜があるんですけど、全くこれが売れないんですよ。売るためにどうしたかっていうと、バターナツコさんっていう名前に商品にして、こう、はいはいはい。ちょっと怖いね。これがバター。はい、これを山ほど直売所に並べたら売れたんです。人気が出て売れました。すごい、バターナツコです。よろしくお願いします。これから野菜を取っていくんですけど、はい、ここからここまでの畑がブロマサ農園なんですが、ここにない野菜を先に取ってきました。おブロッコリーとか
早春キャベツだとか、攻撃力が高そう。なんだこれ強そう。これはロマネスコって言うんですけど、ブロッコリーの仲間ですね。マスターブロッコリーはじゃあこういうブロッコリーたちを従えて、そうですね、従えてますね。マスターブロッコリーが作ったブロッコリーは雅ブロッコリーとして、究極のブロッコリーとして販売してます。なるほど、はい、ブロマサのマサ、そうです、雅、はい、雅です。今日はこれ以外のものをですね、ヒーローと取っていけたらなと。わかりました。フォルムが気になる。そうですね、これちょっとセンシティブ人参です。センシティブ人参コメントは控えておこう。そうですね、コメントは控えておくが、皆さんのご想像にお任せしたい。ちょうど1年ぐらい前に完全に人型の人参が取れてですね、それをツイッターで載せたら32万いいねっていうバズって。マスターブロッコリーは野菜に生命を宿らせる力があるんだ。こういう人参を作るのは得意です。センシティブ人参。センシティブ人参は得意です。はい、じゃあまずはですね、有名どころで、三浦大根って知ってる？三浦大根、はい、知ってるぞ。三浦大根って実は、三浦半島の大根は三浦大根だって勘違いされやすいんですけど、うん、実は 99% は青首大根です。なんと。なので 1% しか三浦大根作ってないんです。で、ここで取れるのは三浦大根です。本物の 1% の三浦大根、はい、なんで三浦大根なんですけど、なぜそれが作られないかっていう理由なんですけど、うん、実際に取ってみると分かると思います。いきましょう。はい、はい、これこれが三浦大根。三浦大根、抜き方としては、と掴んで上に、真上に抜く。真上に抜く、はい、ここを掴んで、はい、真上に抜く。うお、抜けました。すごい、なんか気持ちいいな、これ。これが三浦大根。おお。普通の大根はシュッとしてると思うんですけど、三浦大根は下に太ってて、もう一つ特徴が、ここが普通の大根で緑なんですよ。白いなんですけど、白いんで別名白首大根と呼ばれてます。で、なぜ作られないかっていうと、どうですか、重くないですか？かなり重い。重いし、でかいですよ。めちゃくちゃ重たい、でかすぎるんです、はい、なので食べきれないとかいう理由もあったり、段ボールに入りきらないとか、いろんな理由があって、今これが、減った理由ですね。なるほど、はい、でもでっかい方がいいよな。そうですね、都会だと1本1000円ぐらいで売る場合もありますね。わお、これもセットに入れていきましょう。お、はい、早速すごい野菜を収穫しちゃいましたね。続いてですね、はい、じゃあこれがでかすぎると、でかい、なのでちょっとちっちゃいの作りたいなっていうことで、ミニ三浦大根っていうのがあります。ミニ三浦大根、はい、これ、あ、これですね、これ、はい、お、かわいい、かわいい、これがミニ三浦大根、まん丸、はい、かっこいい、こちらですね、はい、で、一つずつこうやってアイテムを増やしていきます。増やしてます、はい、かわいいな、これ、三浦大根とミニ三浦大根。続いては、はい、うちで人気のコンテンツで、人参ガチャというのがあります。人参ガチャ、はい、普通ですね、人参って何色だと思いますか？赤かオレンジか、そっち系の。そうですね、なんですけど、この人参ガチャの畑にはですね、紫とか黄色とか、レアなのだと白とか、白いうのがもしかしたら取れるかもしれない。一番レアなのは、まあ、一番レアなのは白ですね。白、はい、白をちょっと取れたらいいな。出るかな。かなり、この前も、100人ぐらいでやって1人取ったぐらいです。おお、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、すごい。ここが人参ガチャの会場です。はい、おー、ちょっとサポートします。これで、はい、どうぞ。失礼します。ドゥドゥドゥン、出てきた人参だ。ドンドン。あ、紫。すごい。出ましたね。レアだ。レア出ましたね。紫色の人参。とかって変わるんですか？味もそうですね。若干違いますけど、はい。すごいな。やっぱ定番で美味しいのはこのオレンジですね。はい。これはアロマレッドといって、アロマのような香りのする、アロマレッド。あの人参で、最近人気の人参です。へえ、すごい。人参、ありがとうございます。なんか楽しそうだな。今度フォロワーと一緒に行きたいぞ。三浦半島に住んでます。これ行きましょう。お、こちら、このお野菜、
これはヒーロー見たことありますか？これはなんだこれはなんか葉っぱが独特。ヨーロッパのお野菜なんですけど、絶対知ってるお野菜の名前なんですが、ただヒーローがいつも食べてるのはこれの丸まってるものを食べるといいます。これはですね、実はキャベツの仲間ですね。日本では黒キャベツって呼ばれたりしてます。正式名称はカーボロネロって言うんですけど、カーボロネロ、ヨーロッパの野菜ですね。ケールってお野菜知ってますか？知っている。ケール、ケールがですね、そのケールが丸まったのがキャベツです。ケールが先なの？そうです、ケールが野菜の一番最初の先です。これが丸まったのがキャベツ、でこれのお花を食べるようになったのはブロッコリーです。ケールもキャベツもブロッコリーもみんな仲間です。私たちは野菜のことを何も知らないんだな。これの取り方はですね、普通のキャベツと違って、持ったら下にパキ、下にパキやれば簡単に取れます。こんな感じ、取れた。すごい。トマトと煮込んだりだとか、煮込み料理、あとパスタ、スパゲッティとか、はいはい、あとロールキャベツでお肉をいくつかして巻いたりだとか、はい、煮込めば煮込むほど美味しいって言われてます。あー、なんかお腹空いてきたな。わかる、私もです。じゃんじゃん取っちゃっていいんですか？大丈夫です。すごい。いつも小学生たちも取り放題でやったりしてます農業体験に特化させてる畑なんで、こういう包丁とかを使わないでも取れる、できるものを用意してます。コントラバスヒーローは、まあ、音楽をより体験しやすく、こちらから、まあ、歩み寄っていくようなクラシック音楽だったりとか、はい、それのそれこっちは音楽で、ブロマサさんはそれを野菜でやってるような。そうですね、やっぱ子供たちからね知ってもらいたいですね。いや、そうなんですよね。他にもたくさんの野菜を収穫させてもらいました。チックセニョール、アレッタパープル、あっちがアレッタグリーン、アレッタグリーン、これアレッタパープル、アレッタレッド。お願いします。OK。おお。はい。はい。じゃあこれで一応収穫としては終わり。おお。はい。じゃあいよいよ箱詰めしていきましょうか。はい、行きましょう。いっぱい取れた。三浦半島に住んでます。さあ、いよいよ箱詰めをしていきましょう。すいません、不自由。はい、これだけだとスーパーでは売れなくてですね、これをガッチャンってします、はい、お、ガッチャン。これはですね、話をしっかりと聞いてれば小学1年生の子でもできるんですけど、これが大人でも失敗する場合があります。ギルギルってやります。ギルギルで、ここからこの下までもういやーって言います。とにかく下までピッピッっていう感じで、途中で怖がっちゃって止めちゃうと失敗します。一番下まで、これですか？ここです。ここからここまで。そうです。 OK、 うまい、できた。もう一回行きましょう。あれあれじゃない？行った気がする。行ってますね、行ってますね。これがいわゆる直売所とかスーパーで、すごいすごい、売れてる状態。見たことがある。これにバーコードを入れて貼ればもう売れます。おお、うん、感動。すごい。こうやって野菜って売られてるんですね。体験しに来た子どもたちに一番伝えてることって何なんですか？農業は面白いんだよっていうのはブロマサ農園のテーマなので、やっぱりどうやってできるかとか、今ゲームなんかだと3日間で野菜ができたりだとかしますけど、はいはいはい、実際はこの人参なんかも100日間かかってたりするんですね、はい、そういうの知ると、じゃあ給食で出てる食べ残しを減らそうとか、そうですね、そういう風に思ってくれるんで、うちの野菜だけじゃなくてお家でも食べるようになったっていう話は聞きます。素敵な話。農業の楽しさとありがたみがよくわかりました。明日から野菜がもっと美味しくなりそうですね。三浦半島に住んでます。じゃあマスターブロッコリー家ブロマサさん、はい、今日はありがとうございました。こちらこそお手伝いありがとうございました。仕事をするつもりが野菜を楽しませてもらって、普段食べている野菜たちが
こんな風に収穫されて、そして袋詰めされて、はい、家庭の元に届いてるんだなっていうのを感じることができて、とっても楽しかったです。ところでブロマサさん、はい、この辺で、はい、面白い場所や人や物やスポットがあったら紹介してほしいんですけど、はいはいはい、関口牧場さん、関口牧場、はい、もう私が学校の先生やってた時に教え子だったんですけど、あのソフトクリームがもうこん棒みたいにでかくてですね、太いやつですね、すごい、はい、そこも大好きですし、あとはそうですね、横須賀ビールさん、横須賀中央の方の信板通りにあるんですけど、はい、お野菜で作ったトマトのビールを、トマトビール、あとは三浦半島の魚だとかお野菜がすごく美味しくてですね、おすすめですので。お、じゃあブロマサさんがすでにめちゃくちゃこんなに面白い、なんかアイディアマンみたいな人でその人が面白いって言ってる場所なんで、ぜひね行ってみたいですね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。またぜひ遊びに来てください。今日も素敵な出会いができてよかったですね。収穫のお仕事お疲れ様。次回コントラバスヒーローの三浦半島に住んでますはお料理編。ブロマサ農園でいただいた新鮮なお野菜で美味しい丸々作っちゃいます。うーん、楽しみ。最高か。